ザシックスライは2015年に東京で結成された日本の4人組エレクトロロックバンド。略称 T6 リットル。最先端のトレンドを取り入れたサウンドと近未来をイメージさせる世界観が特徴で国内外をボーダレスに活動している。楽曲制作においてギターのレイジが主に作曲を手掛け、ボーカルの新たが新た語と呼ばれる英語っぽい何かで歌い、 新た子から強弱のニュアンスや言葉の響きを読み取りドラムのレイが歌詞を書くという手法を取っているということをラジオ、コムチャット、カウントダウン内で明かしている。2018年6月、TV アニメ、ゴールデンカムイ第1期エンディングテーマ、火花をリリースし、iTunes チャートアニメ部門で1位を獲得した。また、現在までの全アニメタイアップ曲、火花、Shadow is t h 優説のカップリング曲は、各作中の登場人物の一人に主眼を置く、趣向を凝らした楽曲が収録されている。なお、バンド名の由来は、フランスの作曲家、クロード・ドビュッシーの芸術とは最も美しい嘘であるという言葉から、言葉では説明できない五感を超えた、美しい嘘を作りたいというメンバーの思いに由来する。 2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、2021年。ありがとうございます。